皆さんこんばんは、田中夏希です。はい、今回はタイトルにある通り、私のこちらの内容についてお話ししたいと思っております。まあ、このことについては結構前からお話ししなければいけないかなとは思っていたんだけど、なかなか話す機会がなかったので、今回はこれについてきちんと皆さんに真実をお話ししたいなと思っております。最近私の動画って指輪をしないで撮影していることが多くって、その動画をアップするたびにいろんな人から、あれ、夏希さん指輪してないんだね、とか、ということコメント、プラス、夏希さん離婚したの?みたいなコメントもちょくちょく来るようになっていて、まあね、考えれば、音声動画の時から、そういうワードはコメントでちらほらあったんだよ。で、しまいには、ネットで検索すると、田中夏希、スペース、離婚っていう、もう検索ワードがもう上位に出てくるくらいになっちゃってて、なんかこれは、今後また同じコメント来ても私も嫌だから、今回きっちりとこの場で、お話ししようかなと思ってます。私も今までそのアンサーっていうものを皆さんにはっきりと示したことがなかったのね。で、まあちょっと言葉を濁してるっていうところもあったから、若干心苦しかったりっていうところもあったので、今回はきちんとこの動画でお話し皆さんにできたらなと思ってます。Twitter とか YouTube のコメントとかでも、あれ?夏希さんシングルマザーじゃないのかとかっていう言葉もあって、シングルマザーって新ママっていうらしいよね。最近それは知ったんだけど、そういうコメントもいただくようになりました。なんかね、私 YouTube 私のチャンネルの中ではあえてなんて言うんだろう、そういうちょっと私の中ではネガティブワードなものなのね、そういう言葉って。だからあんまりなんだろうな、みんなの前では喋んない方がいいのかなみたいな、自分自身もあんまり触れたくないなみたいなことがあったから、あえて喋ってなかった自分も悪いかなとは思ってます。結論から言うと、私田中夏希は離婚はしていません。何拍手って感じ。残念がってる人もいるかもしれません。ごめんなさい。なんかあれだよね、離婚してほしいっていうコメントもたまにあるの。なんか離婚したら僕と結婚してほしいとか、コメントをくれるのはありがたいんだけど、なんかもうちょっとこう平和的なハッピーなコメントをいただけたらとっても嬉しいです。あとなんか動画についてのコメントをこうね書いてくれたらもっと嬉しいです。まずね、音声動画についてなんだけど、音声動画で指輪してないで音声入って撮影した時にコメントで指輪してないですねっていう書き込みがあったんですが、それについてはやっぱり温泉に入ることによって指輪が酸化しちゃって色が変わっちゃうわけよ。だからね、それをね防ぐためにも、あ、指輪取んなきゃって思ってから撮影をしていることがよくありました。プラス私も結構忘れがちだから、指輪をしたまま温泉に入ることも逆にあったりね。もう今やちょっと私の指輪はいい感じに金色に輝き出している。続いて2つ目、最近いろんな動画で指輪してなかったの。それを見ていた視聴者の人が、指輪してないですねとか、離婚しましたとか心配していただいてる声がたくさんあって、その件については本当にも私も指輪をしたかったんだけど、指輪ができない状態にありました。なぜかというとですね、それ実は持ってくるね。実はこちら、じゃん、掃除機。もう察しがついた人もいるかと思いますが、間違って私指輪をね吸い込んでしまったんだよ、掃除機で。ねえ、なんかちょっとね、正直指輪を吸い込んだ時は気づかなかったので、何日か経った時に、あれ、指輪がない、そういえば娘が指輪で遊んでたなと思った時に、あ、そういえば昨日掃除機で変な音したな、ガラッて音したなって思ってさ、指輪入ってんなっていうのを気づいたわけよ。で、私も掃除機の中から出そうと思ってたのね、紙パックだったから。で、やっとねつい最近
有地指輪を出して、はい、こちらね、はい、やっと見つけ出したっていう流れでございます。なんか逆にね、掃除機の中に指輪があって安心だなって思ってたわけよ。だってさ、あの行方がわからない指輪だったらすごい心配になっちゃうけど、もう掃除機が指輪を持ってくれてる、保管してくれてるんだと思ったら、まあいっかみたいな、後で探せばいいしみたいな取り出せばいいしって思ってたから全然心配していなかったんだが、それを指輪がない最中に動画にしたら逆に視聴者の人に心配されたっていうね。うん、これはね本当に私の中では珍事件でしたもん。今度からは気をつけたいと思います。で、なんかあの謎にさ、検索ワードでも田中夏樹離婚っていうワードがドーンと出てくるわけよ。本当にそれは自分でもなんでかがわからないのね。なんでだろうね、あれ多分みんな調べて、違う、みんな気になってクリックはするんだろうね、きっと。まあでも結果あの旦那とも仲良しだし、夫婦円満で特に何もないので、田中夏樹離婚じゃなくて田中夏樹なんかもはやなんか天国みたいな、ハッピーみたいな、なんかいいワードみたいなのが検索ワードに出ればいいなと思います、今後。なので皆さん、あの変にクリックしないでね。多分 Google が、あ、人気だ、めっちゃみんな調べてると思って上位に上げちゃってるけど、本当にそんなことないんで、はい。はい、ということで今回は私、田中夏樹離婚についての真実をお伝えしました。あの、まとめサイトとかで私のことを書いてくださっている皆さん、あの、離婚はデマですっていうことをぜひお伝えしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これからもあの、離婚はしないので皆さん応援よろしくお願いします。バイバイ。ほら、ちゃんと大丈夫。指輪あります。こうね。はあ。